最終はことわざの問題。気の合う者や似通った者同士は自然に寄り集まって仲間を作る。きたー、クイズ王山内。ルイは友を呼ぶ。優勝はクイズ王山内。お疲れ様でした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 。最後のやつ？ルイやったもん。よかったでしょ。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。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 はーい。また残念でしたね。つうか、お前何回に取ればいいの？お前がさ、盛り上げてくんないとさ、俺追い詰めてくんないとさ、この番組盛り上がないからさ、もうお願いだから頑張ってよ、頑張ってお願い、お願いお願い、プーンつって。でもさ、なんで俺がさ、ずっとクイズ王でいられるか不思議だと思わない？俺さ、今日さ、すげえ気分いいから、お前が大好きなクイズで教えちゃおっか。問題です、デグン！お前より勉強していないこの俺様がなんでずっとクイズ王なのでしょうか。さあ一人で考えよう。チチチチチチチベーベー。タイムアップです。正解はこれでした。俺クイズ王じゃん。だからいろんなとこからさ引き手余ってじゃん。キャラいっぱいもらえるじゃん。でそのキャラの一部をこの番組のプロデューサーポイってやってるわけで、番組が始まる前にクイズを頂戴してるの。だから貧乏人のお前にはそれには勝てないのよね。どうぞ。どうした、早坂君。なんだい、そんな浮かない顔をして。どうした、どうした。さてはまだクイズに答え足りないみたいな感じかな。じゃあプロデューサー自らクイズの問題を出してあげようか。じゃあ行こう。クイズ問題です。先月嫁さんに内緒でスマホゲームに5万課金したのは誰だ。ガキオさん。正解。問題です。娘を寝かしつけるとき飛べガンダム歌ったら嫁にマジギレされたのは誰だ。ガキオさん。正解。じゃあ次の問題。この番組の裏取引を知ってついカッとなって人を刺しちゃったのは誰だ。え、じゃあ次の問題。その刺して死んだはずの人間がふっと蘇って後ろから甘いじめにするのは誰だ。なんだよこれ。ちょっと違うんだよ、カキオさん。なんとかしてくれよ。最後の問題です。この後本当に死んじゃうのは誰だ。ああああああ